ようこそもっと知りたい話題へ。さて、私たち日本人の場合、目に見えぬ恐怖といえば人間の霊が挙げられることが多いのに対し、西洋社会では悪魔の存在が強く信じられています。聖書にその存在がほんめかされている悪魔、邪悪で狡猾なだけでなく、中には天使をもしのぐ力を持つ者もいると言われていますが、共通しているのは人間に対して絶対的に対立しているという点。そこで今回もっと知りたい話題では、科学万能の現代においてもその存在が信じられ恐怖されている悪魔について解説していきます。きっと皆さんも知っている悪魔ばかりですよ。それでは参りましょう。悪魔。キリスト教を信じている人たちにとっては神を崇める行為と同じくらい実在が信じられ恐れられている存在です。医学的に証明されている各種恐怖症の中でも、西洋諸国では最も多く報告される症例は悪魔恐怖症だというデータもあるくらいです。なぜ悪魔がそれほど恐れられているのか。それは悪魔が人間を絶対的攻撃対象としているからです。人類創生の昔から悪魔は人間の祖先であるアダムに対し徹底的な憎しみを持っていました。そんな悪魔の中から特に名前の知られている11体をご紹介しましょう。ルシファー。言わずと知れたキングオブデーモン、悪魔の中の悪魔で、その実力は神に一番近いと言われています。それもそのはず、ルシファーはかつて天界でただ一人神の左に座すことを許された天使で、明けの明星の異名を持つほどの実力者なのです。輝ける12枚の羽を持ち、天使長ミカエルの実兄であるルシファー、神のアダムに対する愛情に対し反逆を起こし、現在では地獄の最下層コキュートスの氷地獄で半身を氷に覆われ幽閉されていると言われています。しかし体を封じられていても、その能力は凄まじく、たびたび自身の超能力や配下の悪魔を使って人間界に攻撃を仕掛けているのです。サタン。ルシファーと同一視される場合もありますが、7つの大罪においては憤怒を司る悪魔とされ、別の存在として記されています。ユダヤ教、キリスト教どちらの場合も神と人間の絶対的敵対者として存在していて、多くのエピソードに登場しています。ルシファーと重なることが多く、ルシファー自身のペルソナではないかとする専門家も少なくありません。サタンの記載は聖書のあちこちに見られますが、中でも印象深いのが黙示録における記述です。終末の時代、3年半にわたって地上世界に君臨しますが、前途の最終決戦において敗れ、硫黄の池に投げ込まれた後、ゲヘナの炎で永遠に焼かれることとなるのです。ベルゼブブ。ルシファーの右腕的存在として影に日向に付き従う悪魔です。ハエの王の異名を持ちますが、その姿はハエではなくハムシであると言われています。ベルゼブブも打点して、かつての天界戦争の時はルシファーと共に反乱軍に参加、その実力はルシファーと比べても遜色ありません。自らハエ騎士団と呼ばれる軍団を指揮し、構成員の中には7つの大罪に数えられる大悪魔アスタロトなども名を連ねています。またベルゼブブはたびたび人間界に干渉しており、多くの悪魔付き事件の首謀者としてエクソシストと対峙しているのです。レビアタン。大海の怪物レビアタンですが、日本ではゲームなどの影響からリヴァイアさんと呼ばれることが一般的です。最も古くから存在する悪魔の一つで、陸の王者ベヒーモス、対空の支配者シズと共に神によって作られました。その力は強大で、性格も冷酷非情、あまりに危険な存在であったため、これ以上数が増えないように
神によってオスは殺されてしまうというエピソードを持つことです。しかしレビアタンには終末の時ベヒーモスと死闘を繰り広げ、その体は生き残った人類の食料になるという使命が課せられていることから、神によって不死の体を与えられることになりました。単純な戦闘力ではルシファーをもしのぐと言われ、さらに不死の力まで手に入れたレビアタンは魔界でもトップクラスの実力の持ち主といえるのです。バフォメット、ねじれた2本の長い角を持つ黒いオスヤギの頭を持つ異形の悪魔がバフォメットです。天使と同じく両性具有で多くの魔女を従えており、人間界にもたびたび実体化しています。同じくヤギの姿をしたサバトのオスヤギレオナールに近い姿をしていますが、別物で実力ははるかにバフォメットの方が上のようです。実際ルシファーやベルゼブブに直接仕える上級六大悪魔の一人であるとも言われていて、配下にはアモンやバルバトスといった強力な悪魔も控えています。錬金術にも長けており、メンデスのバフォメットの絵にはラテン語で右手に溶かす、左手に固めるといった錬金の言葉が刻まれています。ベリアル、ヨルダンの洞窟から発見された視界文書の中に闇の子たちの指導者として名前が記載されているのがベリアルです。地獄にいてなお人間界に影響を及ぼし、邪悪と罪を振りまき続ける大悪魔で、神によってルシファーの次に生み出された天使であったとも言われています。悪魔でありながら人間界の法律に精通しており、かつてはイエス・キリストに対し訴訟を起こし、サタンに対して一部有利な判決を勝ち取ったこともあるのです。魔界においては序列68番目に位置する強大な悪魔で、80もの悪魔軍団を統率しています。アブラメリンの聖なる魔術の書においては、ルシファー、サタン、レビアタンとともに魔界における4大上位君主の一人に君臨しているのです。人間界には燃える戦車に騎乗した美しい天使の姿で実体化することが多く、常に72体の側近の悪魔を従えているとされます。しかし美しい外見とは裏腹に性格は残忍で、生贄を捧げなければ決して要求を飲むことはありません。アスモデウス、7つの大罪では色欲を司る悪魔として名前を連ねています。あまたの悪魔の中でも最もおぞましい姿をしており、牛、人、羊の頭にガチョウの足と蛇の尻尾を持つ異形の姿で描かれています。しかし外見に似合わず、幾何学や天文学に精通しており、自分を慕う者には数々の秘術を教えてくれることもあるようです。ヨーロッパの魔術書であるグリモワールには東方における悪魔の始祖についており、序列32番目の大悪魔として72体の悪魔を率いていると言われています。リリス、サタンの花嫁として知られる魔女リリスですが、その実力は神にも匹敵する強大なものであると言われています。裸体に大蛇が巻きついた美しい女性の姿で描かれることが多いリリスは、夜の魔女にして悪霊たちの女王と恐れられているのです。アダムの最初の妻として神によって土から作られましたが、傲慢なアダムの態度に嫌気がさし、エデンの園を離れ多くの悪魔たちと関係を持ち、やがてリリンと呼ばれる悪霊を生み落としていきます。リリスはその強大な魔力とともにもう一つ特殊な能力を持っています。それは神から与えられた呪い、終末の時まで死ぬことが許されないという不死性です。あまたの悪魔が存在する中で不死性を持つ存在はレビアタンとリリスだけと言われていて、悪魔王サタンがリリスを伴侶として迎えたのもこの不死の力に惹かれたからなのだとか。現在ではユダヤ圏内を中心に多くの国や地域でリリスの存在が信じられており、男の子が生まれるとリリス置きに3人の天使の名前が書かれた御符を枕元に
置いておくのだそうです。アスタロト40の悪魔軍団を統率し、序列29番目にして大公爵の地位を持つ悪魔がアスタロトです。強大な魔力と知性を有し、魔界では左門官の王としての役職も持っています。ルシファーと同じく、元は天上界における第1階級の天使で四天使の地位にあったとされています。多くの魔術書において異形の悪魔として記載されていて、人間界に実体化するときは醜悪なドラゴンの上で右手に毒蛇を持った姿で現れます。口からは絶え間なく毒の息を吐き出すため近づくことは困難ですが、稀に人間の男性の姿で現れることもあるようです。非常に強力な悪魔ですが、ベルゼブブには忠誠を誓っており、召喚された際には従順なロバの姿で現れることもあります。現在は幽閉された地獄より抜け出し、配下のネビロス、サルガタナスとともにアメリカ合衆国に潜伏していると考えられています。フルーレティ、ベルゼベブに忠誠を誓う6体の上級悪魔の一人で、悪魔軍団を率いる中将の地位にいるとされます。配下には何よりも戦争や戦いを好むエリゴールや10面のトランペット奏者プルソンといった大悪魔を従えていて、魔界でも屈指の作戦遂行能力の高い部隊として知られています。天候を自在に操る能力を持っていて、特に氷を使った攻撃を得意としています。現在はベルゼブブと共にアフリカに潜伏していると考えられており、たまに異常気象として報告されるアフリカの氷の原因ではないかとも言われているのです。サマエル、盲目の赤き蛇サマエルもルシファーと同じく、元は天界の四天使の地位にありました。アダムと別れた後のリリスを妻としていたほか、ゼヌニム、マハラト、ナーマといった3人のサキパスとも関係を持っていたと言われています。強大な翼を持つ真紅の蛇として実体化し、その実力はルシファーと比肩し得るものであるとされているのです。ルシファーと同じく12枚の羽を持ち、魔界では強大な悪魔軍団を率いる魔王としても君臨していると言われています。さて、いかがでしたでしょうか。悪魔はゲームや漫画などの題材に用いられることが多いため、名前を聞いたことがある悪魔も少なくなかったのではないでしょうか。今回紹介した悪魔は全て太古の昔から存在が信じられていたもので、キリスト教やユダヤ教の聖書にも名前が登場します。光に対する闇、善に対する悪、悪魔は常に人類に敵対するものとして存在し続けています。西洋社会においては実際に悪魔に命じられて残忍な犯行を行ったという事件もあり、単なるお話では済まされないのです。生きとし生けるもの全てが善と悪に分かれて戦うアルマゲドン、その戦いの地で私たちはどちらの陣営に立っているのでしょうかね。もちろんこの話を信じる信じないもあなた次第です。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画をお待ちください。